皆様こんにちは。本日はゴールデンウィークの初日のですね、一番皆様が楽しい時間帯で外の天気もよろしい中、こうしてご出席いただきましたことを心よりお礼申し上げます。今回のこのフォーラムにつきましてはですね、告知が非常に、直前になって、させていただいたんでございますが、さもありなんということでございます。実はこのアイデアは中央教育審議会の大学文化会大学教育部会という部会で、現在審議まとめたわけでございますが、昨年の5月から審議を始めまして、3月26日に、12回目を終わりまして審議まとめがまとまったわけでございます。私あるいはそのモデレーターの、川島先生、そして、今日熊本大学の谷口学長になってもらいますが、我々は、そうした議論を積み重ねてきたわけでございますが、審議まとめを決めるときにですね、川島委員がですね、余計なことというか素晴らしいアイデアというか、その学長クラスがですね、いろいろ議論するだけでそれがその実態と合っているのかどうかということについて、きちんと検証する必要があるのではないかと。したがって、全国の大学生であるとか教員の皆さんのリアクションをちゃんと確かめた上で、7月に予定されています答申を作った方がいいというようなご発言がありまして、それをですね、横におられます坂東局長が予算の裏付けもないのにやりましょうというように賛同されて始まりましたので、アイデアが出たのが3月26日、私どもの大学に主催2校になっているんですけれども、それで出たので当然私も委員としてこれは中教審なり文科省の主催でおやりになるのかなと思ったら、4月13日に電話が鳴りまして、関西国際大学最初どうですかと言われてですね、お引き受けをしたのがスタートでございますので、私常々人を動かすには1ヶ月前か2ヶ月前からと言っておるんですが、そのセオリーに反した形で今回開催をさせていただきました。ただ先ほど司会者申し上げましたように、我々自身が日本の学士課程教育を何とかしていかなきゃいけない、社会から信頼されるような形で良くしていかなきゃいけないし、何よりも今日大勢、休みの中来ていただいておりますけれども、今の学生諸君にとってですね、いい高等教育を作っていかなきゃいけない、そのためにはですね、ぜひ、今日特に真ん中のですね、ところに学生諸君の席を取らせていただいたのは、忌憚のないご意見をいろいろ受けたまった上で我々もまとめていきたいということを考えた次第でございます。なお私の後の方の持ち時間は10分しかありませんので、司会モデレーターからですね、きっと時間をオーバーすると言われておりますので、資料を使いまして関西国際大学のことを少しだけ触れさせていただきたいと思います。このフォーラムの資料をですね、色づりが文科省の資料で、その後お金のない、白黒づりが関西国際大学の資料でございますが、そちらの方に私どもの基本情報を入れさせていただいております。この大学には私どもの大学は兵庫県の三木市と尼崎市2つのキャンパスで構成されておりまして、学生数1800弱のですね、小さい大学でございます。専任教員も77人なんですけれども、短大を舞台に1987年創設の関西女学院短大を舞台に98年にできたばかりでございますので、非常に歴史の浅い、大学の数が多いと言われますが、その時期にできてきた大学でございます。で、私どもの大学、その右側に本学の記録の指針ということで、幼稚園から、尼崎の地で実は発足した学園でございまして、幼稚園が愛の園幼稚園、人に対する思いやり等々を大切にする人を育てていくというところからスタートしておりますので、教育重視であります。それと同時に、多様性、さまざまなタイプの学生が集まってくる、府県単位で言いますと38府県から来てくれておりますけれども、モチベーションや学力、バックグラウンドがさまざまな学生が集まってくる大学でございます。その中で私ども、その後発の大学として関西国際大学の教育目標というのを、むしろページをめくっていただきますと、いやいやのままではですね、大学生には分かりにくいということで、本学の教育目標というのを定めさせていただきました。世界的視野に立って人間になって、創造性豊かで行動力を持つ人間の育成を目指すという、具体的に、編み掛けをしています、自立性とですね、社会的貢献性と、国際性というんでしょうか、多様性を含んだ世界市民の育成、これを標榜して、改革地に設定したわけでございます。で、さらにその後、その右側にございますクイズ学習ベンチマーク、関西ユニバーシティ・インターナショナル・スタディーズの、学習ベンチマークという、その上の3つは教育目標から来ているんですが、
さらに、今まさに学習力という形で、求められております問題解決能力、コミュニケーション能力、こうしたものを加えてこれらを総合的に活用できるようにという目標を、学習力投資よりも2年近く前に定めました。で、そういう ある意味で後発の大学ならでは、小さい大学ならではのフットワークで、これまで、この大学を作ってまいりました。このキャンパスができまして3年目でございます。で、そういう点では、まだまだ全国的にもですね、そんなに知名度の高い大学ではないんでございますけれども、学生諸君のですね、力を伸ばすために、我々にできることはその教育にどう工夫をしていくのかと、そういうことを目指してやってまいりましたところ、場を与えていただいて中京市あたりで話をさせていただき、今日こうした形で、共催という形でフォーラムを開催できますことを心から光栄に思い感謝申し上げる次第でございます。今日は何分天気もよく、なかなか暑い一日になろうかと思いますけれども、議論の上でも熱い議論を皆様方とアクティブに交わしてさせていただいてですね、これからの高等教育の改善に役立つ第一歩となることを、心から記念しております。本日わざわざ東京からお越しいただきました、今度お忙しい中お越しいただきました高井副大臣、そして坂東高等教育局長、そしてご登壇を引き受けていただきました関西学院の浅野先生、そして産業界を代表する形でご出席をいただきました大阪ならではと思っておりますけれども、学校の小島会長、そして学生諸君が普段着られないスーツ姿で来てくれております。ぜひ皆様方のご協力を仰ぎまして盛り上げていきたいと思います。どうか半日でございますがよろしくお付き合いのほどお願い申し上げます。簡単でございますのでご挨拶に返させていただきます。ありがとうございました。